今回は前々から覚えようと思っていたブレンダーの 3D ペイントを使ってみようと思います。アニメの再現において手書き風の背景を 3D ペインターを使ってなんとか再現できないかという試みです。今回は草木を作ります。どこまで近づけられるかは分かりませんが、勉強がてら作ってみようと思います。とりあえずまずはマヤで簡単なモデリングをしていきます。ブレンダーのモデリングを覚えるのはまた別の機会にします。毎回困っていたテクスチャリングの作業がブレンダーの 3D ペイントで少しでも楽になればというのが今回の趣旨なので、中央に草木のボリュームになるメッシュを作成し、その周りに短尺の葉っぱをまとわせる想定です。UV も展開して一旦マヤの作業を終えます。さて準備が整ったのでブレンダーに持っていきましょう。久しぶりのブレンダーです。それにしても操作が慣れませんね。テクスチャを作成しアサインしたら早速描いていきます。まずは必要最低限の色の変更、スポイトツール、ペンの場所、塗りつぶし等を覚えておきます。とにかくどんな項目があるのか適当にいじります。データがぐちゃぐちゃになっても今回は実験だと思えば乱暴にデータを扱えますね。一応簡単に 3D ペイントを説明すると、 3D 空間で見えているポリゴン部分に直接テクスチャを描いていけるというものです。たったそれだけの機能と思われるかもしれませんが、この機能が無料で使えるツールはあまりありません。 Maya にも同じ機能はあるのですが、パソコンの問題なのか自分の環境ではすごく重たくなり使い勝手が悪いです。なんとなく感じが分かってきました。それにしても毎回新しいツールを覚えるのは二の足を踏んでしまいますね。理由は単純で面倒くさいからです。他からどれだけ便利だとか効率がいいとか言われても現状なんとかなっているから、無理に覚える必要はないと考えてしまうのは悪い癖です。それなのにいざ覚えると使いやすさに感動したりすることも多々あります。我ながら素直じゃないなと思いますが、誰でもまあそんなもんですよね。だいぶ慣れてきました。複雑にしすぎないように2色だけでとりあえず塗り分けていきます。なんとなく手垢が残るような手書き感を意識しました。影にもう1色追加していきます。陰影は決め打ちです。正直ここまで触って思いましたが、めちゃくちゃいい感じです。標準でレイヤーが使えないのが少し気になりましたが、それ以外は申し分なしですね。欲しかった機能は十分ですし、使い勝手もいいです。もっと早く覚えていれば。最後にハイライトを加えていきます。ぼかしツールとかに使いながらなじませておきます。部分を描き込んでおきます。かなりざくですが手書き感ということでこんな感じで済ませます。ショップでマスクも作っておきます。ブレンダーでのテクスチャリングを終えてまたマヤの作業に戻ります。
葉っぱを適当に突き刺しまくります。なんとなく良くなりそうな気がしますが、最終結果はユニティのシェーダーでも大きく変わります。葉っぱを均等に刺したところで作業をユニティに移行しましょう。ライティングなしでアンリットで確認。まずまずといった感じですが、アンリットでは光の影響を表現する術がありません。普段使っているシェーダーに置き換えます。影用テクスチャとに影用テクスチャを用意します。いろいろ調整し納得のいく見た目を作っていきます。シェーダーは拡張性を考えてさまざまなパラメーターを変更できるようにしてあります。パラメーター次第で見た目はいかようにも変わってきます。素敵なおマスクできるようにちょっとだけシェーダーをいじります。ユニティで長年愛用してきたノードベースのシェーダーエディターのシェーダー掃除ですが、サポートが切れてユニティのバージョンを上げると使えなくなってしまいます。そろそろ潮時ですね。好きだったのに。シェーダー掃除さらばだ。次はシェーダーグラフかアンプリファイシェーダーに切り替える予定です。固定で色を描き込んでいる場合、スペキュラマスクがなければ影色のところにも無造作にスペキュラが入ってしまうので、一番明るいところだけに入るようにテクスチャをいじります。結果刃先だけになりました。こんな感じで完成です。出来に関してはまあまあいいかなと思いましたが、正直ブレンダーの 3D ペイントで描いた中央部分はほとんど見えなくなってしまいました。あんまり意味がなかったかもしれませんが、せっかく作ったので次の鬼滅の動画のどこかに使おうと思います。成果物よりも今回は 3D ペイントを覚えたことが何より良かったです。何事も面倒くさがらず、とりあえずやってみることですね。それではご清聴ありがとうございました。